おはようございます。いかがお過ごしですか？12月31日の誕生花はストック八重咲き。ストックはヨーロッパ原産のアブラナ科アラセイトウ属の多年草です。古代ギリシャでは薬草として栽培されていました。日本には江戸時代初期に渡来し、大正時代末期には切り花として栽培されていました。赤、ピンク、クリーム、白などの色があり、中でも八重咲きはひときわ豪華です。花言葉は永遠に続く愛の絆。昔ある国のお姫様が敵国の王子と恋に落ちました。それを知り怒った王様はお姫様をお城の最上階の部屋に閉じ込めてしまいました。お姫様は愛を貫くためロープを垂らし、王子に会うためロープを伝って降りていきました。しかしそのロープが切れてお姫様は亡くなってしまいます。神様はお姫様を不憫に思い、亡骸を美しいストックに生まれ変わらせました。花言葉はこのお話に由来しています。今日お誕生日のあなた、おめでとうございます。今日も素敵な一日でありますように。津田翔子でした。